お疲れチャンネルスラートです。今日はですね、こちらのスーパーロボハンドチャレンジやっていきたいと思います。ということで、こちら今ね、新イベントが来てるんですけど、まあ、スーパーラバハウンドっていうね、まあ、新ユニットが出たと言いますか、このチャレンジ限定の新カードが出ましたよという感じですね。なので、こう、普段のバトルモードでは使用できません。まあ、そこは注意ですね。はい、このま、スーパーラバハウンドチャレンジだけ使える、まあ、カードということで、まあ、めっちゃ強いんでしょう。はい、やっていきたいと思います。で、このカードってどんなカードっていうのを、カブトムさんって方がね、結構まとめてくださってるので、それをちょっとね、これ見てもらえればいいんですけど、さあ、こちらね、チャレンジ限定で8コストということで、でまあ、ラバハンドのステータスが出てますね。スーパーラバ、通常のラバは HP3800度で、スーパーラバは3300度、まああんま変わんないで、ダメージも一緒なんですけど、このスーパーラバが破裂した時に、なんだろう、ラバハンドが出てきます。はい、で HP がちょっと少なめなラバがこれ2体出てきます。ちなみに、はい、ラバハンド2体出てきて、ラバハンド処理されたら今まで通り普通のね、ラバパピーが出てくるよということで、当たり前に強そうですね。はい、めちゃくちゃ強いと思います。で、かつこのスーパーラバハンドですね、一番最初のラバが破裂した瞬間にファイボのようなね、周囲に爆破ダメージ与えます。まあ、とりあえずラバが破裂したら爆破ダメージ与えながらの、もう一回ラバが2体出てきますね。 HP 少なめではありますが、でその後も今まで通りパピーが出ると。まあ、チャレンジ限定ユニットなこともあり、さすがに強いですね。はい、ということで、デッキはこれでやっていきます。で、インフェ確定で入れていいと思いますね。このスーパーラバが絶対アイテム持ってるので、はい、条件がスーパーラバ固定のラバハウンド、クローン、鏡が使えないですね。はい、ということでやっていきましょう。まあ、報酬もだってウルトラのこのトークンもらえるんでね、はい、やり得だと思います。さあ、スーパーラバですね。あはん、手札にちょうだい。で、なんかね、スーパーラバー絶対守ろうと思ってもあんま守れないですっていうぐらい、なんて言うんだろうな、その威力っていうのは、なんて言うんだろうな、残るんですよ。インフェで溶かしても最終的にインフェの方が早く溶けちゃうんですよね。相手のラバーだって、ラバー倒しちゃったのにラバー2体出てくるし、その瞬間爆破ダメあるしみたいな、そう感じなので、もうラバーを止めようと思ってもあんま止まんないんですよね。そう、ある程度は止まるかもしれないんですけど、だからもうラバー出しとけば、なんかね、こうタワー削れます。はい、びっくりするぐらい。よいしょ、とりあえずもう出し毒だと思ってください。ラバー出して、気づけばこのラバーで、ラバーもこいつスーパーラバーだけでタワー追ってくれるぐらいの破壊力はありますね。よいしょ、さあ、とりあえず出しましょうか。で、相手のこの僕のね、デッキの使い方としては、まあ、相手のスーパーラバーにはインフェ出して、またこう吹き矢とロケット砲士ね、こうしっかり出して、以上です。はい、あ、本当にそれだけですね。こうスーパーラバが見てれば、ね、分かると思うんです。これだけでタワー落としてくれます。で、まあ、メガナイト来ちゃったな。これもうヤナメ欲しいんですけど、さっき使っちゃったんで、ロケ砲の拡散ぐらいでさ、頑張ってもらって、うん、これですよ。やばくないですか。ラバが処理されたらその瞬間に爆破ダメです。ウィザード、エレキか、エレキもめっちゃダメージ受けてます。で、このラバのさ、パピーも出てくるよと。で、ヤナメを入れてるので、まあ相手の吹き矢だったり、まあ、ロケット押しだったり、プリンセスだったり、遠距離系にはヤマメ打ったり、ディガー飛ばしたりって感じかな。ウィザードとかにもね、しっかりディガー、そして、まあ先にヤナメまで打てば処理できると思うんで、マジスーパーラバこれ。なんかもう出しとけば勝てるよねっていう、すごいカードがね、まあまあ通常モードで使えなくてよかったですね。これがね、普段のこの通常のトロハゲとかから使えたらね、結構問題になってましたね、クラロは。本当に。限定だから、チャレンジ限定だから、許されてはいる。だから今後こういうカードも結構出そうですけどね。チャレンジ限定だからっていう理由をつけとけば、どんだけぶっ壊れでも出せるっていう、新しいなんかね、おもろいことを運営はちょっと思いつきましたね。さあ、相手がね、ヤナアメ使ったとしても、吹き矢とロケット押し2体いるんでね。さあ、この瞬間ね、もう1体出しちゃう。やばいっすね、これ。絵が。ラバー破裂した後にラバー出てくるっていう、ぶっちゃけ意味わかんないですもんね。よいしょ。さあ、で、破裂時にパピーが出てくるのも当たり前に強いですね。で、気づけば、このね、もうラバーとパピー時刻ですよ。で、吹き矢。吹き矢も頑張ってんな。さあ、ロケオとかでもやらめ打って、さすがにね、これやばいっすよね。出してれば勝てるっていう、問題カードなんですけど、まあそれはそれちょっとおもろいよなっていうので、さあ、もうラバ削りで、勝てるんでね、まあ、基本的に守っとけば勝てるよねって感じかな。ラバ出してね、まあなんか多分
本当にインフェでいいと思う。なんかインドラとかさ、ライドラは僕最初入れたらめっちゃ強いじゃんと思ったんですけど、このチャレンジなんかいらない、なくてもいいかなっていう。結局なんかもうスーパーラバ止まんないっすね。インドラとかライドラとか言っても、まあだからラバ削りのダメージが入っちゃうんですよ。そうだからなんかあんま守るっていうのはもう無理です。はい、まだインフェで頑張るのが一番理想なのかなと。インフェしかも強化されたんで、このラバー処理した後のパピーとかまでねしっかり防衛してくれるんでね、まあ、あとはラバーに祈ります。でホバーとかももうどうにもできないんですけど、もうラバーのこの破裂ダメージとね、それこそ穴雨だったり、それこそロケット奉仕でね散ってもらいたいなっていう。さあテスラとねホバーでちょっとやられちゃってますけど、うん、もうすんごい。さあスケキン来ました。スケキンちょっと嫌ですね。これヤナムッチャをせっかくならね。スケキン嫌ですけど、まあバルキリーありますし、まあフギアとかもありますし。で、こういうとこ余裕あったらディガーとか飛ばしてもね、いいかなと思います。飛ばさなくてもなんならもう、ほぼ落ちそうな気もするが。なんか最初このデッキで僕、スケバルとか入れてたんですよ。なんか、枯渇ラバみたいな、そうしてたんですけど、まあなんかスケバルもいらねえなと思いながら。そう、吹き矢ロケホ入れて、どっちか矢で飛んだら、まあ、どっちか生きるよねっていう。まあ、ちょっと高回転のね、高回転、ラバ削りっていう。まあ、ほんとただそれだけですね。もうラバ出しとけば、折れます。で、相手のラバは、まあ、このインフェでね、しっかり。あー、これもバルキリーでいいか。よいしょ。さ、バルキリーもね、なんか今回、ブランチ調整、本当に一週間ぐらい前にありましたけど、バルキリー下方来ると思ってたみたいなコメントとかも、そう結構ね、あったので、まあ僕も来そうだなと思ってたんですけど、まあ来なかったですけど、なんか、いらないかもしれないインフェルノタワーぐらい出しておきましょう。まあロケホフキアもね、そこそこやっぱ優秀ですから、さスーパーラブも出し毒なんでね、マジで。さパピーも頑張ってると。ロケット推しも頑張ってると。やばいよね、これ。やばいしか言えないんだよね、もうこれ。いや、ファイボーじゃねえけどな。死亡時ダメージ。ゴレの爆破とかがこうなるってことですからね。さて、パピーもね、今まで通り出るのが強いですよね。よいしょ。うん。まあ、ラバの攻撃力って、言ったら知れてるものの、やっぱこの、ね、言ったらラバ3体出るわけですから。最初のラバとその後の2体のラバで、もう合計3体分のね。うわ、すんごい。ホバもね、この、ラバの破裂ダメと穴雨ぐらいで処理できるんじゃないかなっていうさ、ラバ削りだけで、ほぼキングね、折れますからね。さあ、というわけで、5勝すれば報酬なのか。いや、結構イージーっすね。今回の企画は。うん。なんか、たまにむずいのあるんですよね。レイジチャレンジとか。そう、意外にちょっとね、ややっこいのがあるんですけど。もう今回ほんとラバー出して。ラバー出して。いや、ダメ打って。相手のね、矢で処理できない遠距離は、もうディガー飛ばして、みたいな。さあ、今度も、まあ、ロケ砲出して、ロケ砲処理でしょ。で、インドラで、ある程度やれるものの、ラバーのね、破裂ダメージ強いんですよ。よいしょ。さあ、せっかくならディガーもね、飛ばしてきますか。あ、ファルチとかね、確かに。めっちゃラバ対策してる。で、ラバ対策とかされてるとね、きついじゃんってなるんですけども、もうそれでも、でも半分ぐらいね、1500ぐらい削ってますから、もうなんか対策のしようがないっていうね。うん。もうラバ削るを抑えるインフェとかでね、しっかりこう、まあ、気合で耐えるみたいな。よいしょ。さあインフェ置いて、これでも吹き矢がね、これ、多分ね、いかれちゃうんですよね。やめて。あ、ほら、これ。これ、やばくないですか。で、ラバで、インフェルノタワーとかされるっていう。もう聞いたことない。ずるやんっていう。ね。さあ、で、矢の雨もね、持ってきてるので、打ってあげると。で、2体目のラバは、まあ、HP がね、1800なんで、結構少なめなんだね。よいしょ。さあ、まあ、インフェで溶かして、ほんと矢の雨打つ、ロケ砲を出す、ぐらいが一番効率いいんじゃないかなとは、思います。まあ僕理論なんで、わかんないですけど。さあ、スーパーラバね。なんか0時かかってるみたいな感じですね。ちょっとベビドラの竹取り失敗したな。見ないでほしいんですけど。まだ800だったらマジこれ、見物しとけば落ちると思いますけどね。あ、インフェも入れてんだ、相手。すげえ。
ラバ殺そうとしてる。まあでも今回のこのイベントはね、もうラバ確定なんで、まあラバガンメタすればなんとかなるよねっていう。すげえ。ね。まあですが、言うて僕はディガーもありますし、やっぱ回転も早いですし、っていうね。あとマジアちゃん、あれ、犬来るのかな？あ、やべえ。ガチ抜いてる。ガチ抜いてるんで、あれさすがに、やります。ちょっとね、あれ？負けそうじゃないかとか思いながらも、まあまあまあ、さすがにこの、吹き野郎今日も優秀ですから。さあ、ラバ出したいな。あと800。よいしょ！オーケー！いや、これでかい。蓋して、さあ、残って、まあ、あとディガーここね、繋げてあげれば、まあ、落ちると思うんですけど、まあ、繋げなくても落ちると思いますね。さあ、破裂時のこのね、爆破ダメが、でかいよ。あとはもうこれ、攻めてあげて。はいはい、もう、高回転でね、スーパーラバー出しとけば、まあ、なんとかなるでしょうと。これおもろいね。多分定期的に来そうですからね。何でも出せるっすよ、これ。もうどんなぶっ壊れ出しても運営だって文句言われないですからね。チャレンジ限定だって言えば。これね、味しめそうっすけどね。ね。もう10コスユニットとかもだって言ったら出せるわけじゃないですか。やっぱ普通のクララーのモードで10コスユニットとかさ、作っちゃったらさ、もう相当壊れじゃないとさ、ダメじゃん。10コスって。で、出したらさ、いや、ぶっ壊れやんってさ、上もね、いや、もうせっかく考えたのにってなるし、それでなんか中途半端だったら、いや、じゃあ、みたいなね。もうとりあえず、文句しか言われませんですから、基本。運営をね。そう、文句ばっか言われますから、かわいそうなことにね。そう。でも、このモードだと、どんだけ変なカード出しても、おもろいやんで終わるんでね。新キャラ出し放題みたいな、さ、とこありますから。俺の相手これ、ラバー捨ててやがるんだ、これ。ラバーデッキじゃねえ。ホグコカツキなんだけど。ああ、まあ、ラバルか。さ、これも守れそうにないので、まあ、ロケット星ぐらいでね。その、キングはおられたくないよな、ぐらいの感覚で、さ、軽く守るのがね、ええかなと思います。あとはもうラバにね、頑張ってもらいましょうか。さあ、ロケ砲ね、矢の雨打ってあげて。さあ、これで、この後のラバっすよ。こっからが強いですからね。だって爆破ダメも相手のターンに届けれるし、よいしょ。さあ、これディガーでもちょっと削っていこうかな。ラバのパピーも出ちゃいますから。まだラバが2体今からですからね。いや、すんごい。絵がすごい。だって2回爆破してるっすもんね。さあ、パピーが削る。いや、ラバも削っていく。いや、このラバだけで、なんならキング落とせそうな。さあ、このロケ砲もね、相手に処理しなきゃいけない。いや、しかもこれ、ここでスーパーラバのもう一回いくと、パピーが竹取ってて、さあ、ラバ無双です。でもこれ俺やばいな、さては。キング、行かれちまう？いやでも、さあ、こうなんかファイ、この爆破ダメで、爆破ダメで、うい！さあ、ちょっとだけ、あ、やなめてない。おー、ゲーイ。さあ、ぶっ壊れラボです。で、これ、今度何でもできるですよ。ゴレ破裂したらゴレ3体ぐらい出るとかも、可能です。さあ、まあ、ということでね、ちょっとこう、次のね、こういうチャレンジが、ちょっと楽しみになってきますよね。そう、どんなぶっ壊れが出るのか。さあ、もうラバーはね、とりあえず出し毒です。さあ、出して、あとは、お祈りです。相手のカードね、合わせます。で、ネクロとかがね、めんどくさいと思うんですよ。矢の雨じゃ解けないじゃんって。そう、だから、ディガープラスの矢の雨をね、するのが大事ですね。タイミング結構被せるのがね。さあ、ディガーからの矢の雨まで打ってあげます。そしたら、スケートがもう処理できててね。で、ファイボーが、うお、強い、圧着いぼっちった。でさ、プリンセスで、まあ、処理されるものの、言うてそれまでに、このラバーが削ってるっすよね。じゃあ、あの下のエレキちょっとね、厄介なんで、吹き矢ぐらいでね。さあ、処理してあげて、さあ、ラバーと吹き矢だけで、さあ、ターゴれていくと。むちゃくちゃだな、もう。むちゃくちゃだけどな。スーパーラバーハウント。さあ、ここはね、やばい、危ない！バルキリーがね、優秀です。
まあ、あとほんとまたこれラバー出して、まあ、相手が先にラバー出してきたら、まあ、ラバー合わせてもいいですし、まあ、インフェ出して吹き矢出しての防衛からいってもいいですし、まあもうこれラバー出しとくなんで、まあ、出しますか。どんだけ対策されてもある程度ダメージ入りますからね。いやこれもうインフェ出すのも遅いよなとかちょっと思ったら、もう吹き矢ロケ法でね、でしっかり位置離すのが大事で、近いところでね矢斜めで、ワンチャンこの位置も矢斜めで両方行かれるかもしれないんで、いやてかこれ吹き矢右下に出して今行かれるのさてはやばいですね。あれうん、位置気をつけなきゃ行かれるの痛いですね。さこのファイボのね、あファイボのファイボっていうのか、このね破裂時ダメージと矢の雨とかで処理できそうですけどね、相手のユニットアチャクイ、ま、ネクロとかなら。さあここちょっとだけね、ちょっとだけ気つけながらね、よいしょ、このミニペアチャクイあたりに普通にやられそうっていうね、そういう問題がありますね。さあまあラバ削りいきましょうか。相手もラバ削りですね。これもしかしてさ俺危ないかもしれないな。よいしょ。さあ、守ってもらい、インフェイね。いや、インフェイ、勝てさあ、で、あのネクロを、これ、ヤナメでも、しょせるな、マジで。むちゃくちゃだ。うん。OK。で、さすがに、これはもう、パピーも、ラバも止まんないよね、と。いや、だから、ディガー、これ、なくてもいいな。ラバの爆破ダメと、ヤナメでネクロしょせますね。さあ、ナイス。さあということでね、ストークンがねお金になります。ナイス。まあということで、はい、スーパーラバーハンドチャレンジ結構簡単ですし、まあ報酬ももらえますんで、ぜひね、まあおもろいんでね、はい、やってみてください。またね、なんか愛の力チャレンジとかいうちょっとエッチなチャレンジも来てるので、はい、またこの辺もね出せたらなと思います。チャンネル登録、高評価もねお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。